アンティーク道具箱デックスイッチャーのご紹介です。こちらは手のひらに乗る最小限の小道具箱で、道具箱として使えながらも手軽にデックスイッチできます。オムニデックやバニッシングデックに便利です。狭い卓上でも使いやすいポーカーサイズになっています。実際にライターやレギュラーデックなどが入っています。お好みのマジックショーを始めます。例えばカードトゥーウォレットなど大盛り上がりした直後がチャンスです。観客のサインカードがジッパーの中からつまみ出てきて表返してわっと盛り上がります。一区切りついたような雰囲気の中で箱にデックをさりげなく戻して卓上に置いておきます。箱に手をかけて注意をそらしながら横にずらすだけです。これですり替わりました、もう一ネタやってよとアンコールが来ます。オムニデックにすり替わっています。インパクトのあるトリネタクライマックスになるでしょう。チョップカップ的な機能も備えています。指一本で吊り下げてまさか底が抜けているとは疑われないでしょう。もうスタンバイできています。この吸着加減も調整ができます。そして変化後のデックもレギュラーデックが普通に入ります。この吸着は使わなくても構いません。その場合は箱の下で指で支えて登場します。オムニデック以外でどんなクライマックス思いつくでしょうか。例えばブランクデック、真っ白なカードに変わってしまう。レインボーデック、虹色のトランプに変わってしまう。そしてミニデック、小さなトランプに縮んでしまうのも楽しいですね。とにかくかぶせ替えれば良いわけです。最後バニッシングデックにも便利です。演技がクリーンになります。この場合ケースからトランプを出してショーが始まるので、道具箱の方はカードマジックの後別の道具入れとして意味付けます。こうするとカードよりも箱が真ん中に来ても自然です。例えばコインボックス、パース、ライターなどを入れておいて一旦別の演目を挟むようにします。道具箱の影に隠れやすくなります。オフビートですり替えて、そして強烈なインパクト、フルデック消失です。こちらは TCC 製のバニッシングデックです。非常に多くの使い方が考えられます。ぜひご利用ください。